こんばんは、そこチャンネルストーカー岩川です。こんな夜になぜ私がうろうろしているかというと、こちらです。中華屋後楽園のギフトチケットをいただいたんですね。というわけで後楽園へレッツゴー。見てください、なんか東京とは思えないような景色でしょう。うちから5分も歩けばこういう田舎の景色が見えます。と言ってる間に後楽園が見えてきましたぞ。それでは中に入ってみましょう。ということで店内へやってきました。どうやって注文するのかな。どうやって注文するんだ。このタッチパネルを使って注文をするようです。このタッチパネルで注文する過程も撮りたかったんですけど、このタッチパネルの向かい側に家族がお食事してたので、なんか盗撮してみたいに思われたらきついので、はい、隠れながらこそこそ撮っております。ということで注文しました。餃子とラーメン屋さんのカレーとまかないなんとかっていうこのチャーシューの丼を頼みました。それでは食べていきましょう。まずはちょっとこのカレーの方をいただいていきましょうかね。いただきます。カレーの味がして美味しいですね。ちょこっと塩分強めでね、夏の肉体労働者にはたまらない味でした。これは美味しいです。やっぱカレーってどこで食べても美味しいですね。次はこのまかないチャーシュー丼でしたっけ、なんかちょっと忘れましたけど、いただいていきましょう。いや、いただきます。いやー、これはうまい。ほんとね、バカみたいにねネギがのしてあるんですよ。この野菜が高騰してるね今の時代はもうほんと嬉しい丼でした。チャーシューとネギの爽やかさがたまりません。うちでね同じもん作るって言ってもどうしてもネギケチっちゃいますね。はい、次はちょっと餃子の方をいただいてみましょうか。私ね、あの餃子をつまみで食べるときは酢と胡椒だけで食べるんですけど、おかずで餃子食べるときは醤油、お酢、ラー油のシンプルな普通の食べ方をします。私が餃子を酢胡椒で食べるっていうのはちょっと有名なので、気が利く人がいたらね私に酢胡椒を渡してきたりするんですよ。まあ気を使ってくれるのは嬉しいんですけど、ちょっと皆さん覚えるの難しいと思うので、餃子を食べるときは僕はもう自分でタレを作るっていうことだけ覚えててください。餃子のタレは作らなくていいんで、あの唐揚げについてくるレモンは僕と飲み行くときは誰かが代表して全部にぶっかけてほしいですね。僕レモン使いたいんですけど、僕がレモン触ると誰もレモン使わなくなっちゃうんですよ。はい、僕がレモン全部にかけるとみんな唐揚げ食べれなくなっちゃうし、だから僕唐揚げにレモンかけたいのに毎回レモンかけるのを我慢してます。まあどこの居酒屋だったか忘れたけどね、一回だけこれわかるかな、これレモンを手で絞らなくていいのよ。しかもこれにレモンセットされてからね渡されたから1ミリもレモンに触れなくていいのよ。あの時は嬉しかったな。やっと俺もレモンのかかった唐揚げが食べられるって。
またこれのいいとこって、底の方にレモン汁がたまるでしょう。だから最初にギュッと絞れば、もうかけたい人だけ、かけたい量だけかけられるのよ。なんでこのマシン普及しないのかな。だって日本人ってデリカシーうるさいでしょ。あ、昔はさ、そのすき焼きとか食べるにしても直箸で食ってたけど、今はいちいち取り分けじゃん、なんか菜箸かなんかで。もう日本人のデリカシーがどん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 上がっていく中、なんでこのレモンだけデリカシーないの。別に僕はね、鍋直箸でもいいんですよ。でもその場のルールに合わせて菜箸使ってます。でもレモンに関してはもう選択肢がねえじゃん。あんなもんもう選ばれた清潔感ある人間しか絞れないでしょ。俺はもうね、床に落ちたレモンでもいいから、マジでもう唐揚げにギュッと絞りたいのよ、揚げたての唐揚げに、うん、だから最後に唐揚げ取ればレモン独り占めできるかなって思って、みんなが唐揚げ取るの待つんだけど、みんななかなか唐揚げ取らないのよ。唐揚げなんて早く食べないと1秒経つごとにもうどん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 まずくなっていくでしょ。早くみんな唐揚げ取らねえかな。早くみんな唐揚げ取ら…あ、すいません、話が脇道にそれちゃいましたね。いやー、ここの餃子美味しかったですね。つーか、餃子ってまずい餃子ってあるんですかね。なんか宇都宮が餃子有名ですけど、そんな餃子で違い出せるんですかね。そんな飛び抜けてうまい餃子って作れるのかな。カツカレーならぬ餃子カレーです。うまいとうまいのぶつかり合いです。それでは食べてみましょう。うまい。餃子の肉汁とカレーが混ざってとんでもないうまさです。めちゃくちゃうまいけど、これはまだ発展途上ですね。この餃子にパン粉をつけて揚げたものをカレーと一緒に食べたらさらに美味しいと思いますよ。でもこの発展途上の荒々しさもまたいいです。カレーって本当美味しいですよね。ハンバーグ、唐揚げ、ソーセージ、納豆、本当カレーって何乗せても美味しいですよね。本当あまりのうまさにもうがっついてしまって、あむ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 、餃子カレー完食してしまいました。残るはネギチャーシューまかない丼みたいなやつです。これ美味しかったですよ。皆さん後楽園に行く機会があったらぜひ食べてみてください。あ、もちろんね、カレー餃子も美味しかったんですけど、やっぱね、このまかないなんとか丼はちょっとイレギュラーな美味しさでしたね。このネギがたくさん入っているのでね、こってり感とね、さっぱり感がすごくうまい具合に共存しています。初めて和風ハンバーグ食べたようなちょっとした感動ありました。カレーと餃子がね、写真指名で選んだ女の子だとしたら、いや、このまかないなんとか丼はフリで頼んだ女の子ですね。思ってたよりルックスもサービスもいいなっていう、すごい感動ありました。もう箸が止まりません。天下一武道会終わった後の孫悟空みたいになっちゃいました。美味しいですよ、このまかないなんとか丼。はい、完食です。どれもこれも本当に美味しいお店でございました。どうもごちそうさまです。1000円のクーポンだったんですけど80円余っちゃいました。
あ、ラーメン屋さんのネギたっぷりまかない丼っていうメニューだったんですね。コロナ、戦争、物価高、暗いニュースばかりの現代、多摩市の真っ暗な街並みに光を灯す後楽園。この暗い現代に光を灯すのは後楽園のような中華屋なのではないかと思うのは私だけでしょうか。皆さん、中華食べてますか？